知らんけど。これまで国による巨額の投資を受けて成長してきた主要産業で落ち込みが深刻です。この番組は偉大だ。私たちが小学級幼稚ぐらいからやるの見事と掲げる街もあるほど、なんか一方で桜井さんっていうのが多いじゃないか。桜井さんは今日の健康とかやってる人。桜井さんはなんか刺激策でなんかあの人はなんか柔らかい感じ。いやいやでもなんかこれほど言う頭がよく。あの人もまあなんかあれ。この人でいろいろアカデミックじゃないか。キャリアウーマンの代表だね。もキャリアウーマン成功したキャリア。総理なんで総理。給料も出なくなるし、工場全体。今さら大学教授ならんじゃろう。大学教授の方がまだ低い。あ、そうだ、NHK の会長になればいいの。大学の先生って面白いかね。好きな人は好き。好きな人は好きよ。たまたまよ、全部で。僕だって YouTube と面白いからって言われる。好きな人がやるんよ、もう。職を求める人が溢れていました。いいよ、大学教授、実験もできて教育もできて、まあ、テレビには出られんけど、ね、その人は自殺しました。明るい未来なんてもう想像できません。 IMF ダボス会議で長谷川会長と出てたよ。先月成長率の見通しを新興国を中心に下方修正。長谷川さんはまだ会長なんで。0.2 ポイント下げます。武田の会長だけどダボス会議のリーダーをやっ、ああ代表やったじゃん去年。経済同友会のかもしれんけど、ダボス会議の日本代表になったじゃん、代表に。そこでこのクニアキャスターと一緒になんか、なんかトークシンポジウムみたいなのやって、英語ペラペラで、かっこいいな。もう、あ、代表幹事長やな。あれはもう任期が切れた。まああそこまで経済同友会にあった経団連会長にはなれんかったね。